今回はクラウン220系のシフトノブを CHR につけてみました。実はクラウンのシフトノブも CHR につけることができます。クラウンのこう上部に、パネルがついていて、ちょっと模様が入っています。で、前方に CHR の同じように前方にロックが入っていて、こんな感じになります。こういう模様が入ってるんで、まあゴージャスな感じになりますね。